イデフィは、韓国出身の歌手、作詞家、作曲家、ブランニューミュージック所属、男性アイドルグループワナワンの元メンバーであり、現在は AB69 のメンバーとして活動している。ポジションは、リードボーカル。身長173センチメートル、体重60.8グラム、血液型は A 型。韓国のソウル特別市生まれ、8歳の頃に、 日本の大阪府に在住していた。日本に在住していたのはごく短い間だったため、日本語は簡単な挨拶とひらがなが読める程度。10歳の頃にアメリカのロサンゼルスに移住。英語名はデビットリーで、英語は流暢に話せる。その後、アメリカで JYP エンターテインメントのグローバルオーディションに合格、韓国に戻り JYP 練習生となった。 JYP 練習生時代は、ゴットナナやトゥワイス、IOI 出身、チョンソミ、アイズワンのチェヨンなどと一緒に練習していた。JYP 退社後、ブランニューミュージックのオーディションに合格し、練習生となった。2017年、ブランニューミュージック所属練習生として、ネットの公開オーディション番組、プロデュース101に出演。初回のレベル評価で自身が作詞、作曲、 編曲した、ハリウッドを披露。その後の出演練習生たちの投票で、番組のテーマソング、ピック目のセンターを務めた。番組終了まで一度もデビュー圏内から落ちることなく、最終順位3位で、ワナアンとしてデビューした。ワナワン解散後、同じワナワンメンバーだったパクウジン、MXM メンバーのイムヨンミン、キムドンヒョン、MXM のバックダンサーだった、チョンウンと共に、 AB69 としてデビューした楽曲提供音楽番組ドラマ特別番組ありがとうございます。